まず一つは、上下の関係っていうのがあります。上下の関係です。これは両極性でございまして、上位、これは左右ですね。左右の上位胸郭、第1から第6肋骨、そして下位の左右の第7肋骨から第10肋骨、それがですね、この上下の関係を持つということになります。それはどういうことかと言いますと、胸骨に焦点を当てて説明していきたいと思います。その上下の関係をですね、導く筋の活動がございます。その筋の活動を得て、この胸骨がですね、前に傾斜してきたりですね、後ろに傾斜してきたりするっていうことなんですね。胸骨自体は当然自ら動いていくわけじゃありませんが、そういう筋の活動によって、この前に傾く、いわゆる前傾、後ろに傾く後傾という動きをするということです。で、例えば前傾した場合にどういうようなその肋骨のに対して動きをですね、こう誘発していくかと言いますと、例えば上位の肋骨に関しては、この胸骨柄は脊柱から離れていくわけですね。言ってみれば離れていくような動きをします。つまりこの前後傾が上位の方は拡大していくということです。そうしますと、今ご覧になっていただいているように、牽引力が働いて、上位肋骨には牽引力が働きまして、持ち上がってくるといいますか、いわばこういわゆる後方回旋を起こしてくるような動きが見られるかと思います。そして下位の方にはですね、この健常突起は前傾しますと脊柱方向に寄っていくわけです。つまり前後傾が減る方向に動いていくわけですね。で、その結果ですね、この下位の肋骨には圧縮が加わって、この下位の肋骨自体は前方回旋を起こしてくるという、そういう動きになります。これが両側性で起こっているということですね。もう一回まとめますと、胸骨が前傾した瞬間に上位肋骨は後方回旋、下位肋骨は前方回旋を起こすということになります。そして後傾していくことによって、今述べてきた前傾とは真逆の運動が上位下位胸郭にそれぞれ起こるということでございます。この胸骨の空間上ですね、胸骨が前に傾斜しているのか、後ろに傾斜しているのか、はたまたどちらの傾斜でもないのかという評価が、なかなかちょっと難しいわけですね。ただ、それに、近い、こういう考えでいいんじゃないかというその評価がですね、一つ考えとしては持っておるわけです。それは呼吸運動の中でその胸骨の動きを捉えて理解するということなんですね。